梨本伊都子は裕福な外交官で大名家族の鍋島公爵家に生まれ、美貌で知られていましたが、19歳で梨本宮森政王と結婚、皇族妃となりました。お妃教育でフランス語も身につけ、日本赤十字で看護婦資格を得て、日露戦争時には熱心に傷病兵の看護を行うなど、しっかりと公務も行ったのです。そして娘が皇太子妃候補に落選後、韓国皇太子と結婚させ、次女も皇族と婚約させたのですが、相手の病気で破談となり、親戚に降嫁となりました。そして老朽に差し掛かった伊都子でしたが、太平洋戦争が勃発し敗戦後、思いもよらぬ転落が待っていたのです。50代となった伊都子は、太平洋戦争勃発後も積極的に慰問活動を行い、遼東半島まで足を運んだということです。開戦当時は相次ぐ戦勝に喜んで、国民の反米感情の高まりを、やっと目が覚めし有様と歓迎したとか。婦人雑誌のグラビアに生活の様子が取り上げられたということもあったそう。しかし昭和19年、1944年からは空襲警報で寝不足気味になり、昭和20年、1945年5月26日の東京空襲では、渋谷区の梨本宮邸が全焼したりと、生活事情が悪化し不満を募らせたということで、終戦の頃には食べるものに事欠くようになりました。伊都子らは川口湖畔の別荘に疎開しましたが、そこにも空襲警報が多発するようになり、老人になってからこんな目に遭うとはと日記で嘆いたということです。そして8月15日の終戦の日には、ラジオの前に正座して玉音放送を聞き、敗戦に涙を流したのですね。この日の日記は、ああこれで万事休す、昔の小さな日本になってしまう、これから科学を発達させより以上の立派な日本になさねばならぬ、生命をかけて戦ってきたのに敗北した兵士の方々、その家族の無念を思うと、でもこの恨みは晴らさねばならぬ、ああというものでした。そして伊都子は敗戦後も戦災孤児の慰問活動などを行っています。森政王は終戦時には70歳で、太平洋戦争中の昭和18年、1943年に伊勢神宮祭主に、昭和20年、1945年には日本の古典の研究や神職の養成をする古典高級書第6代の総裁に就任していました。しかし日本占領軍の連合国軍最高司令官総司令部から神宮祭主だったことで、国家神道の主体的な頭目だったとみなされ、昭和20年、1945年12月、日本政府に逮捕命令が出されて、第3次逮捕者59名中の一人となり、皇族としてただ一人、永久戦犯容疑者に指定され、巣鴨プリズンに拘置されました。森政王本人も身の覚えがないと自覚があり、半年後に不起訴で釈放されました。同じ皇族には、統帥部長を長く務め、軍部の動向にも大きく影響を及ぼした人たちもいるのに、逮捕されなかったのにもかかわらず、森政王はほとんど軍部にも関与していない過去の人だったため、間違いだったのではとか、戦勝国が皇室へ恫喝したのではという推測もあるそうです。なお永久戦犯に指定されたのに出頭せずに自殺した近衛文麿は、森政王が出頭した新聞記事を見て、宮様はなぜ陛下のために、日本のために何故自決してくださらなかったのかと無念そうに嘆いたということです。森政王が釈放されて邸宅に帰ったところ、集団強盗に襲われて家財の多くが盗難に遭っていたという有様だったということですが、後に犯人の多くは逮捕されたそうです。昭和21年、1946年、戦後処理のため戦時保障特別税と
財産税が創設されました。財産税は10万円以上の財産を所有する個人に課税され、不動産だけでなく預金も対象となっていて、保有する資産の額によっては資産の9割が徴収される累進課税でした。梨本宮家は全財産の約4分の3の額を現金で納入しなければならず、焼け残った川口湖の別荘などの不動産や蔵にあった財宝や文物のほとんどを売り払ったのです。いつこがお越し入れの時に父直弘がパリで作らせ持たせてくれたティアラなどの宝石類も、宮様のご機嫌が悪いために売らざるを得ませんでした。いつこは日記に、別荘を買いに来た成金夫婦をこっそり窓から見てボロクソにこき下ろしたりと、まさに敗戦の惨めさをひしひしと答えるという状況になったようです。そして昭和22年1947年10月には、占領政策によって皇室費が大幅に削減されたために、直宮以外は親戚降下することになり、梨本宮家も旧皇族で平民の梨本家となったのです。森政王は70歳を超えてこの境遇の変化に体も一挙に弱ったようで、いつこは日記に、お湯などもそばについていないと危なくてならない、何かにつけてそれはそれはやかましいと愚痴り、早く死にたいとまで書くようになりました。さらに親戚降下の翌日、蔵に残ったわずかな品物までが盗まれて、森政王の背広や冬用の毛糸の下着などまでそっくり泥棒に持っていかれたので、哀れんだ昭和天皇が自分の下着を届けさせたということです。森政王は軍人だったため公職追放の浮き目にも遭い、昭和26年1951年の正月の早朝に、いつこの目の前で昏倒し、医者が来る前に静かに76歳で亡くなりました。いつこは筆豆で、明治32年1899年1月1日から昭和51年1976年6月3日までの77年間日記を書き続けました。それをもとに最晩年に三代の天皇と私という自伝を出版し、その他にも多数の手記や回想録を残しています。いつこは三代の天皇と私に、明治天皇と違って大正天皇は大変親しみやすいお気軽なお方でしたと書いているのですが、大正天皇は皇太子時代からいつこ目当てに鍋島家の大磯や日光の別荘を何度も訪れたというのは、他ならぬいつこの日記で有名になりました。大正天皇が雑誌にもよく取り上げられた美貌のいつこにご就寝のあまり、新婚の低迷皇后が起こって東京に帰ったこともあるというのですが、いつこと大正天皇の間に何もなかったとはいえ、いつこの妹が低迷皇后の兄と結婚、後離婚とか、親族関係もある二人の高貴な女性は、もしかしたらライバル心を持ち、その後の長女雅子女王の皇太子妃候補落選とか、伊尹皇太子との結婚にもつながったのではないかと考えると興味深いですね。スペイン風邪は大正7年1918年3月にアメリカのカンザス州の陸軍基地が発症とされ、第一次世界大戦中であったこともあり、その後3年かけて世界中に蔓延し、死亡者数は2000万から4500万人と言われています。このスペイン風邪は現在では H1N1 型インフルエンザとされていて、日本にも9月に上陸、38万人から45万人の犠牲者が出たのです。有名人も大山捨松、武田宮常久王、徳大寺実常、辰野金吾らが亡くなったのですが、いつこの日記には皇族や家族が次々に感染する様子が生々しく綴られているということです。皇太子だった昭和天皇も感染し、弟の秩父宮康仁親王が一時重体に陥ったほか、伏見宮広安王の長女浅野康子が21歳で、森政の姉の池田昭子とその長男の片政も急逝し、いつこの弟の鍋島定次郎や妹の牧野茂子も亡くなったということです。
いつこ自身も大正10年1921年1月に高熱と悪寒に悩まされたとあり秩父宮の爺に診察してもらい流行性感冒で用心するよう診断されています。また満州へ単身赴任中だった森政王も39度の発熱で気管支炎を併発し帰国して大磯で療養となり年末には結婚を控えた雅子女王も風邪にかかったが時節柄胸部に湿布して吸入したそう。そして梨本の宮家では一家と宮家の使用人全員に予防注射をさせたということです。いつこは伊達に看護学の修了証書を受領していたわけでなく医学の基礎知識があったので体温を測って常備薬を飲んだ後にはきちんと医師の診察も受けしっかりと予防注射を受けさせるなど的確な対応ができたのですね。身長約151センチメートルに悩み明治39年1906年には夫梨本宮森政王の留学先のフランスに御用係日高秩父が派遣された時おそらくいつこに頼まれたのか身長増加器を持ち帰ったということです。いつこは歌舞伎好きで太平洋戦争開戦間近の昭和16年1941年にあの近衛文麿に歌舞伎鑑賞の便宜を図ってもらおうとしましたがラジオで我慢するように言われました。憤慨したいつこは一般の人間は生の良いものを食べてもいいが私たちは缶詰で我慢しろというのと同じと日記に書いたのですがこの時は松坂屋で買い物中にひいきの15代目市村右左衛門と偶然出会って右左衛門が取り計らってくれたようです。徳川慶喜残章を読んでも明治時代の家族のお姫様たちは概してお芝居好きですがお芝居好きだとはあまり大ピラには言えなかったようです。というのもお嫁入り先のお舅さんにお芝居はお好きですかと聞かれて実家ではあまりお芝居が好きと言ってはいけません嫌いだと言いなさいと教わったので嫌いでございますと答えたところ嫁入り先の女性たちはお芝居が大好きで誘い合わせて観劇に行くのに嫌いと言ったお嫁さんは一度も誘ってもらえなくて泣いたという話があるほどでいつこの歌舞伎好きも家族のお姫様としてはごく普通だったのではないかと思います。いつこは昭和17年1942年4月にアメリカ陸軍航空軍の爆撃機が初めて日本本土を空襲したドーリットル空襲当日空襲警戒管制中の銀座で買い物をしていたということです。松屋の前まで行くと銀色の鉄器が低空で飛んできたので地下へ避難してしばらく休んでから帰宅当日の日記には鉄器9機は落としたと記したがこれが大本営の作り話であったということです。太平洋戦争は悲惨なものと教えられましたが時々こういうのんきな話があるのもリアルで興味深いですよね。昭和21年1946年12月いつこは神道の年忌法要にあたる大正天皇20年式年祭の5日前に突然光順皇后の代理で玉串を捧げる賢所御大拝を命じられました。いつこは当時宮邸の焼け跡に移築した茶室に住み財産整理などに忙しかったのですがこの皇后陛下の代役の準備期間が5日しかなく急いで支度しなくてはいけなかったということです。しかも大拝の大役を果たした翌日に光順皇后に拝謁したけれどご苦労であったとのお言葉と大根にネズミの小さい小さい象牙細工の置物とご反物として金150円のご菓子があっただけでした。いつこは今の時代150円の反物なんて名銭平織りしたかすりの絹織物でさえ400円もするのにとインフレの時代に光順皇后の気の利かなさに怒りの日記を残しているということです。最後の貴婦人と言われたいつこは昭和33年1958年の
皇太子妃と決定した正田美智子のミッチーブームには、香淳皇后を筆頭に、いつ子の妹で、常盤会会長も務めた松平信子、その娘の秩父宮妃節子らと共に強く反対したということです。婚約発表の同年11月27日付の日記には、朝から良い晴れにて暖かし、もうもう朝からご婚約発表で埋め尽くし、憤慨したり、情けなく思ったり、いろいろ。日本ももうダメだと考えた、と記しているのは有名です。ただ、この結婚に理解を示した昭和天皇の意向もあったので、その後は表立って批判はしなかった、ということです。なお、日記には、東宮御所に伺った折、女官に、広宮様が今良いご機嫌なので、お会いになったら、と勧められて、赤ちゃんの広宮、現天皇に会い、本当に良いご機嫌、と感想を述べるところがありました。いつ子は、晩年は森政王の未亡人恩給をもらい、歌舞伎鑑賞や常盤会の集まりなどを楽しみに、池のほとりの小さな家で暮らしましたが、昭和51年、1976年、乳がんの手術後の経過が思わしくなく、95歳で亡くなりました。梨本いつ子は、大名家族で、外交官の鍋島直弘公爵の娘として生まれ、19歳で皇族の梨本宮森政王に嫁ぎました。そして、明治、大正、昭和の時代に皇族としての責任を感じつつ、東京の一等地の豪邸で特権階級の生活を満喫。また、長女雅子女王が皇太子妃候補から外れたら、それを上回るような相手を探して、韓国皇太子と結婚させました。雅子女王は、その後は激動の時代を生き抜き、母の期待を上回るような尊敬を受ける人生を全うしたのですが、いつ子もまた、太平洋戦争後の親戚降下で、一般人となる運命となったのです。いつ子の残した77年間の日記は、現在では失われた家族、旧皇族の生活や感情を知るための貴重な資料となっています。ところで、個人の日記を見るなんて、プライバシーの侵害だと思う方もいらっしゃるでしょうが、百代の家客の前書きで、ドナルド・キーン先生が、日記は読者を想定して書かれたものであると断定し、むしろ読むことが日記作者のためなのだと書かれているのを見て、なるほどと思いました。そう考えるといつ子も、最後の貴婦人と若い頃の美貌の写真がもてはやされ、今はない家族、宮家の女性として研究対象にされたり、読者が日記を読んで、いつ子の気持ちに共感して、泣いたり笑ったりするのを喜んでいるのではと思いました。それにやっぱり現在の皇室の在り方へのアドバイスも聞いてみたい気がしますよね。